岡谷市の文化資材である旧渡辺家住宅に入口です。こちらは長野で初めて大臣を務めた三方のご自宅で、もともと高島藩の武家さんで、三代の大臣の初代の方とか一番初めの方がお城にも出入りしたそうなんですけど、そんなに高いくらいの武士ではなかったということです。で、場所的にはちょっと分かりづらいんで、平福寺というお寺があるんですけど、そこを一回目指してください。そうすると、近くにありますんで歩いてみてください。で、こちらが旧渡辺家住宅です。場所的にはですね、平福寺さんを目指すのが一番いいんですけど、平福寺さんの入り口がちょっと分かりづらいときは、ちょっと過ぎると八幡宮からですね、この先行くと荻野っていうスーパーがあります。そこまでちょっと行き過ぎなんで、行ったらまあ U ターンしてきてもらって、八幡社の脇のところを来てください。そうすると、こちらの方にですね、共同学習館っていうところがありますので、そこで場所を聞くといいですね。ちょっと分かりづらいんで、で高島藩に仕えた武士で、六高は18俵二人扶持なんで、そんなに六高はないですけど、この地域にですね、三大臣出たということと、あとこの辺の周辺に寺子屋があったそうです。全部こちらの方ですね、渡辺家の方が関係されていたというふうに言われています。ちょっと入っていきたいと思います。かやぶき屋根の珍しいものが